40年も生きてやっと分かった。俺もあんたも自分に正直に生きてはならない人間なんだ。常に人から何かを託され、常に何かを守らなきゃならない。俺はこの数年そんな自分の運命に抗ってきた。だがもうそろそろ抗うのをやめようと思う。飛竜、やるしかねえんだよ。俺たちはいろんな人間の夢を叶えるためにな。そうだ。俺らはまだやらなきゃならないことがあるんだ。ボス猿は猿山にいてこそふさわしい。ここにいる全員まだやり残してることがあるんじゃないですかね。